会場市内の映画館北朝鮮映画は、朝鮮民主主義人民共和国国籍を持つ者、または北朝鮮の法人によって制作された映画で、ほとんどの場合、朝鮮人の映画スタッフと俳優で構成され、主に北朝鮮国内の映画館等で公開される映画を、指す。ここでは、日本統治が終わった後、南北分断以降に、 北側で制作された映画及び映画を取り巻く状況について記述する。日本統治時代の映画については、日本映画朝鮮を参照のこと。朝鮮芸術映画撮影所日本統治時代より、朝鮮半島の映画会社はソウルに集中していたため、分断後の半島北部での映画制作は、平壌で新たに創始された。独立後のソウルで、 進歩的と言われていた多くの映画人は、次第に、左派の政治勢力に取り込まれ、北へ渡った。監督の京披露職、京子、俳優の文芸法、独銀器、羅武士、女光星、蔡雲宝、金直し鎮、僕学ぶといった人物たちである。初期の映画制作は、カップ系映画人や北に渡った、左派映画人が根幹となって行われた。 1947年、共産党宣伝班内に映画班が設置された。また、ソ連と中国の協力によって、朝鮮国立映画撮影所が平壌に設立された。北朝鮮の最初の映画は、記録映画であった。1949年に、最初の劇映画、我が故郷が、京博職監督、油弦糸と文芸報酬園で撮られた。 1949年、映画制作は2カ年人民経済計画に組み込まれた。1951年、国立映画撮影所は、米軍の爆撃で全焼した。朝鮮の映画人たちは、中国の東北電営に疎開し、1953年まで、そこで映画の制作を続行した。九戦後、ソ連、中国、チェコスロバキア、登録などの援助を得て、 撮影所が再建された。戦後の建設や復興を描いた劇映画が制作された。この時期に活躍した主な監督たちは、京広史職、千直人氏、陰竜慶、呉平城、僕学ぶ、連雲宝、蔡マスケといった戦前からの映画人たちで、日本で映画を学んだ者も,も多い。また朝鮮戦争の直前や戦争中に、韓国から渡ってきた。 映画人も少なくない。1959年には、ピョンヤン演劇映画大学ができ、全国に映画館が建設され、劇場のない農村では移動映写班が上映会を重ねた。1967年、金一世の率いる満州パルチザン派に対抗していた、鉱山派が粛清された。この事件を契機として、映画界の半島分子の生産が問題となった時、 労働党宣伝戦導部の文化芸術指導課長となった金正日が映画界の改革に着手した。ソ連と西欧から現代的な映画制作設備を導入し、在日朝鮮総連の資金で撮影所の拡張を図り、優秀な人材をソ連に留学させ、文化芸術関係者の社会的処遇を大幅に高めた。金正日の指導によって、血の海、 花を売る乙女などの仮作が制作された。1980年代、韓国の新創玉監督と女優の蔡銀旗が北朝鮮に拉致され、平壌にサルフィルムを設立した。サルフィルムは日本や香港など外国の映画人との合作を推進し、そして国際映画祭への出品などの積極的改革を進めた。作品の多くは、 民衆に熱狂的に受け入れられた。近日清の死去後、近小日が政治権力を継承したが、北朝鮮の経済状況は悪化し、国際的にも孤立が進んだ。各査察問題などで西側諸国から経済封鎖などの制裁を受け、旧東側諸国の友好国の援助も激減し、深刻なエネルギー不足に陥った。さらには、 自然災害のため深刻な食糧不足が起こった。諸問題の打開策として、戦軍政治が始まると、それは映画にも反映された。それらは、社会主義現実主題路線の映画と呼ばれる。2000年代以降、イギリスやロシアなどからのドキュメンタリー映画の取材を、積極的に受け入れるようになり、奇跡のイレブン、1966年、 w h 北朝鮮 VS イタリア戦の真実、ヒョンスンの放課後、青い目の平壌市民などの映画が制作されている。しかし、太陽の下で弾く真実の北朝鮮に見られるように、当局側によるやらせや取材への干渉が行われても、いた。2006年に制作された木村江監督の、ある女学生の日記は、翌年のカンヌ国際映画祭で、北朝鮮映画として、 初めて上映されている。2012年には、イギリス・ベルギーとの合作による、ロマンチックコメディー映画、金同士は空を飛ぶが制作され、不山国際映画祭でも特別上映がなされた。金正恩政権下では、新作映画の本数が2012年に5本、13年から15年まで、各1本、16年に3本と、大幅に減少しており、17年から19年に、 かけてては1本も制作されないいい状態が続いている韓国国内では、北朝鮮映画の上映は、制限されていたが、2018年の富川、国際ファンタスティック映画祭で初めて、プルガサリ伝説の大怪獣、金道士は空を飛ぶ、我が家の物語などの旧作品が公式上映された。韓本宿、平安市中区万樹道で商人の家庭に生まれる。 1917年3月、高等普通学校2年の家庭を終えると、歌手として活動。洋蘭期の民族芸術映画にも、俳優として参加。1920年代に、日本に渡り、モダンダンスの石井清に、弟子入り、日活から山本義和の弟子として、石井照夫の芸名で、俳優デビューし、正義の強者、鉄腕記者、などの作品に出演。 1925年、立憲孫と共に鶏林映画社を組織。カップの作家だったチン、陳オルが台本を、暁の頃にシン、新一線と共に主演。またこの映画の主題歌も歌い、コロンビアレコードで録音した。1930年代は、歌手活動と、舞台俳優を並行。1939年に、全商魂と共に、高来映画社を組織。 甲吉道、甲淵、智、福智万里、家亡き天使、太陽の息子などに出演。独立後の1947年2月、平壌に設立された、国立映画撮影所の最初の演出家として参加し、初代副所長に就任した。全島民、林併職、千奈人氏と共に記録映画、38度線を撮る。独立後の朝鮮映画の、 第一作、我が故郷を監督する。他に、警戒所を守る人々、飛行機狩り、幸福の道、愛情、幸福な街、赤い信号団構想の助曲、青年作業班長などを監督。また俳優として、海が呼んでいる列主役、また、終わりなき戦闘や、蔡鶴新の一家にも出演。明る得強制収容所で死亡。息子の間ヒョソンは、 映画監督、菅、ヒョスンは、音楽家、菅、ヒョジェは俳優。チョンサンイン日本の撮影所で、吉村孝三郎の助監督をしながら、映画を学ぶ。日本名は、千葉直人氏。独立後、日本人妻と共に、北朝鮮へ帰国。記録映画の監督となり、南北連席会談、勝利の9月、民主建国、全世界に次ぐなどを演出。 休戦後、劇映画の演出に転じ、再び前線へ、を監督。国際映画賞を受賞。1952年よりモスクワに留学。主な監督作に、二度とあのようには生きられない、彼が行く道、未来を愛せよ、とまんこう、ともよ、我らと共に、赤い花、祝杯、人民教員、両判伝、私が探した道がある。墓地は、 愛国列史資資料にある。ユン・リョン・ギュ東京俳優学校出身。豊田志郎、八木康太郎の下で、シナリオ修行をし、大日向村などの助監督に就く。日本名は、春山淳。独立後の韓国で、心の故郷を監督。朝鮮戦争時に、人民軍と共に越北。少年遊撃隊、郷土を守る人々などを監督した。 時代劇の名手としても名高い。パルチザンの乙女、新婚夫婦、両廊下は、愛国者、団結の歌、女性英雄甲府、ある医学者の道、ハルカデン、タルメと、ポンタリ、ことに秘めた思い。お病著環境北道、茂山郡ソンチョン道の貧農に生まれる。幼くして、両親と種別。九百四十三年より、茂山鉱山で働く。 祖国幸福組織、白衣社の一員として活動。独立後の1947年4月、ソ連に留学。司法学校を2年で中退。モスクワ演劇大学で学ぶ。1953年7月27日、帰国。国立劇場で演出家となる。演劇、蔡鶴新の一家や、白頭山での演技により、芸術界で頭角を表す。 1956年に映画撮影所に転勤し、映画、別れては暮らせないを演出。千番校で一躍大成功を収める。道は一つだ。誠実な人々、彼の願い、黄昏、これは伝説ではない。解放された私の希望を、彼らはこのように戦った。成長の途上にて恩入れ、恩異例、蔡鶴神の一家、銀破山の一家、 社会主義祖国を訪れた英主と英玉、敵陣の中のツ,ツジ、妻の職場、我ら宣伝員、ある看護婦の物語、楽しき、我が職場、輝く世代、初めて行く道、ある党員の物語、妙高山の出会い、試練を乗り越えて、生命水、偉大な懐。パク・ハクピョンヤン出身。大学中退後、劇団や映画会社で、俳優生活を始め、日本に渡り、 島津康次郎監修、安明江監督の、許可、急恋などに出演し、独立後も、韓国で、カモメなどに出演していた。越北市、我が故郷に、巡査役で出演。その後、再び前線へ、偵察兵、飛行機があり、二度とあのようには生きられない、海が呼んでいる、春麗を越えて、都満港に出演。1954年に、航空俳優となる。 演劇、偉大な力に、支配人役で出演。朝鮮芸術映画撮影所で監督となり、1970年より、白桃山創作団に配属。文化遺産の村で、で監督デビューし、人民賞を受ける。以後の監督作に、赤い先導員、ハゲロコハンに咲く花、ある分隊長の物語、村人たちの中に、我々には、祖国がある。 金剛山の乙女、我ら幸せ歌う、花を売る乙女、金姫と銀器の運命、世に燃え上がる炎、初めての武装大悟にあった物語、未来を咲かす愛がある。金日成小景肝人、労力英雄、人民俳優。墓地は愛国烈士陵。オムギルソン人民芸術家。労働英雄。金日成小景肝人、環境北道生まれ。 平壌芸術学院卒。23歳より、劇団に所属していたが、1959年より、芸術映画撮影所に移動。1962年、二年平壌に映画演劇大学卒。77年より監督業権人となる。出演作は、戦友、赤いリボン、金剛山の乙女、カモメ号の青年たち、赤い先導員、大地の息子、強制員の歌。 音異霊、成長の途上にて、遊撃隊のご兄弟、ある自衛団員の運命、金姫と銀妃の運命、世に燃え上がる炎、初めての武装大後にあった物語、手本団席に日書、手本団席に日書。1980年に、人民俳優、金日成勲章。1990年、白頭山芸術団団長。主な監督作は、安重根と、伊藤博文。 白頭山、永遠なる戦友、朝鮮の星、民族の太陽、輝かしい朝、革命投資、高久志がある。1992年4月に、第9期大議員。1998年より、平壌芸術映画撮影所総長を務める。夫人は、女優の金建宿。娘のオムヒョには、俳優、息子のオムジョンミンは監督。死後、 愛国列資料に安置された。キムソンギョ航空芸術家。環境南道プクチョン、ヨ四ファメン、チャンサン里出身。貧能の家に生まれる。小学校卒業後、洋服屋で働く。東京芸術大学に入学。日本名は山崎聖教。同大学の日本共産党細胞の映画サークルに参加した後に入党。学費未納と、 思想的問題で退学。日本で亀井文夫の助監督をしていたが、60年代初めに帰国。70年代中期を代表する監督。妻の馬竹姫も映画監督。主な監督作は、奮舞と乗る母、限りない私の希望、鉄道の上で山頂の和たち。リドキュ。関温度出身。主な監督作は、金の音。 村の保衛者、学府系、この水の勢いを防ぐことはできない。クむトる少年、陽光に乗せていく。コハンリム航空芸術家。人民芸術家。ジェジュ島を生まれ。土日市幼年期より、日本で育つ。東京朝鮮中高級学校を経て、日本大学芸術学部に進学するが3年で、中退。朝鮮総ツラネの記録映画制作に携わる。 1960年1月に帰国第一次戦で、帰国。平壌演劇映画大学卒。1965年に、玉歌でデビュー。主な監督作は、玉歌。我ら列車販売員。生活の道。名もなき英雄たち。銀の冠差し。春の日の雪解け。私が見た国。心に残る人。君のための公共史、民族と。運命。民族と。 運命、民族と、運命、民族と、運命、主人になった心、民族のマスラーを、生の小玉、鉄の鎖で縛ることはできない、私が見た国。息子の光一は4.25芸術映画撮影所の、監督、光一やかは朝鮮芸術映画撮影所のカメラマン。キム・ドキュ。人民芸術家。主な監督作は、ある作業班で、空中舞台 遊園地のついたち、大地に根を下ろす、王力港を越えても、新鋭戦士、未来を咲かす愛、ある分体長についての物語、長三座との女たち、彼らの青春時代。我らの大議員、ゆりかご、昨日も今日も、日差しが恋しくて、山犬、第一バイオリン種、旧法令の一家。主な監督作は、見えない要塞、川は、流れる、永遠の戦士、 新しい世代のために再会した戦友、初めての通話、チョンゴンジよ、人民芸術家。姉の問題、クアンジュの叫び、再び始まった我が家の問題、叔父の家の問題、お元気で、私の恋人よ、誰も知らない、もう会うことのない、愛する私のカンボジアよ、ありがたい乙女、二人の兵士、密林がざわめく、民族と、運命、瞬間を待って、 幸福の車輪。プルガサリ伝説の大怪獣のスタッフだったため、新総玉の亡命後は、同作品には公式的には監督としてクレジットされている。パクチョンジュ脚本家、航空芸術家、全羅南道甲州出身。1967年、ピョンヤに演劇映画大学卒業後、朝鮮芸術映画撮影所に入所。僕学監督のもとで、演出修行。 1979年より、モスクワ映画大学に学んだ。1982年より、朝鮮芸術映画撮影所。1991年、朝鮮映画祭91のゲストとして来日。主な監督作に、法年の風、まっすぐな道、助教員、遥かなる小玉、たくましい木、高い山頂で、民族と、運命、民族と、運命。 民族と、運命、民族と、運命。手本団責任秘書、医無秘書。民族と、運命、民族と、運命機能、今日、そして明日編、第6。七部、民族と運命。リムチャンボム別名、リムフン。ォンド出身。1976年、ピョンヤン演劇映画大学演出学科卒。朝鮮芸術映画撮影所所属。 軽い喜劇を得意とするが、重厚なメロドラマの演出もつなくこなす。早や鳥でも知られる、職人派。コメディ映画、我が家の問題シリーズのうちで、最もヒットした、嫁と姑によって、その演出力を高く評価された。主な監督作品は、太鼓は、私が叩く、私の息子、愛の歌、二人の船長、十五少年物語、 旅先で会った娘、夢大き乙女、春の日の雪解け、解決、孔吉通り無粉名義、教助監督、主にの願い、惹かれる青年、むつまじいかり、歌声響く、家庭、三回目の金メダル、バード、春を抱いて暮らす、娘たち、威嚴の道、青い絹の上で、夫婦支配人、金津郷、愛の町、春牛映画団優、環境南道出身、 日本統治時代から俳優として活躍。ラウン系監督のアリラインでゴキヒロを演じた。その後、風雲児、開拓者などに出演。独立後、ピオニアンの国立映画撮影所の初代所長を務め、映画、我が故郷の制作を指導した。チン・キヨシデン、アリラン、楽園を探す、軍風雲児、夜明け前、核の取れた牛、盗賊。 福地万里以上植民地時代の作品。山犬。宗派分子と批判され、その調査中に拷問に耐えきれず自殺を遂げた。ムン・イェ・ボン人民俳優。航君俳優。中世南道出身。理系館監督の、種なき渡し船で、ラウンケイの相手役でデビュー。清楚な魅力で、春カデなど多くの映画でヒロインを演じ、日本でも映画雑誌の表紙を飾った。 植民地時代は、君と僕など日本の国作映画への出演も余儀なくされた。独立後の1948年に夫、息子と共に越北、朝鮮映画の第一作、我が故郷に主演。以後多くの映画で活躍した。1948年最高人民会議一期大議員、選出。1952年北京平和会議に出席。 1958年朝、祖神前協会中央委員。1961年祖国平和統一委員。1967年から、復古主義、宗派主義者と批判され、1970年代末までは一戦から、外され、巡回劇団に移動となっていた。1980年代に復帰。1982年人民俳優。 1985年、高鶴林監督の銀の冠雑誌のロケで来日した。1991年、祖国統一反民族連合の北側本部、中央委員に選出。国旗勲章第一級。平壌にて死去。朝鮮のリリアンギッシュとも称される。主な出演作は、種なき渡し船、春花伝、バラグレンデン、人生航路、旅人、授業料。 君と僕、家なき天使、志願兵、朝鮮海峡、愛と誓い以上植民地時代の作品。我が故郷、少年パルチザン、パルチザンの乙女、新婚夫婦、白頭山が見える、金剛山の乙女、春花伝、赤い花、侵略戦車マンゴー、成長の途上にて、春花伝、二人の船長、我らは、皆一つの家族、帰らずある密使青い松。 生命水、銀の冠差し、春の日の雪解け、公衆は叫ぶ、偉大なる懐、君のための公共師バード、我ら新世代、後日の私の姿。シムヨン景気同出身。1930年代より、演劇史上、高橋などの劇団で、舞台俳優として活躍。国作映画、君と僕に出演。朝鮮の独立後に越北。我が故郷で、 抗日投資の金額順を演じた。文化芸術人スパイ団事件に連座させられ、粛清されたと言われる。森一と、純愛、海を、語れ、銀河に流れる情熱、美しき犠牲、君と、僕、福地万里、暴露の決死体以上植民地時代の作品、我が故郷、郷土を守る人々、偵察兵、パルチザンの乙女、見えない戦線。 朝鮮の藤田進むとも呼ばれた、ジェウィンボン軽機動出身。植民地時代から俳優活動をしていた。日本名は、高峰登。主な出演作に、ラウン系監督の、ゴム女、観光、国境、上行堂、君と僕、志願兵、法年会以上植民地時代の作品。心の故郷韓国映画、郷土を守る人々、偵察兵。 パルチザンの乙女、両廊下は、戦友、愛国者、カモメ号の青年たち、新しい世代、ハゲロ後半に咲く花など。ファンチョル独立前、ソウルの名門劇団だった、青春座で、俳優として活躍。その後、アラン劇団を結成し、団長を務めた。朝鮮戦争で片腕を失った後も、舞台に立った。出演した映画に、ハルカデンがある。 1947年2月6日、北朝鮮臨時人民委員会決定178号、国立映画撮影所設置に関する決定書に基づき、国立映画撮影所の創立が決定。ソ連や中国の協力で、国立映画撮影所として設立。初代所長は、主人氏系、副所長に、京広市職、事務長に、州民が就任。 九百四十九年、独立後最初の劇映画、我が故郷を制作。九百五十七年に、朝鮮芸術映画撮影所に改唱。葬式地面積が百万平方メートル、野外撮影場が七十万平方メートルの規模を持つ。九百八十二年四月に建流された野外撮影会は、外国人の観光コースにもなっている。日本との合作としては、 プルガサリ、高麗女人剣士がここで撮影された。1959年5月に、朝鮮人民軍2.8映画撮影所として発足。1970年1月に、2.8芸術映画撮影所に改称した。1995年10月に、現在の名称に改称朝鮮人民軍総政治局の管轄下にあり、 俳優や監督などは人民軍の所属となる。設立当初は戦争映画を多く手掛けたが、その後普通の劇映画も制作するようになった。1996年に朝鮮記録映画撮影所と朝鮮科学教育映画撮影所が統合。1996年に朝鮮科学教育映画撮影所の統廃合の際、児童用教養映画部門が分離独立。 アニメーションを制作、ありがとうございます。